ロイヤルバレエ団、ラバヤデールに揃る役で出演したボンレ、ロベルト・ボンレは、イタリア人、バレエダンサー。ミラノス・カラザ・バレエ団にエトワール、アメリカン・バレエ・シアター・プリンシパル。イタリア北西部、ピエモンテ州、カザー・レ・モンフェラーと生まれ、テレビで見たバレエに魅せられて後、6歳の頃からダンスへの、興味を示し始め、本人の強い希望で7歳から、地元ベルジェッリのバレエ教室に通う。 11歳で、ミラノスカラザ、バレエ学校のオーディションに合格し、同校へ入学。バレエ学校在学中の1990年、当時15歳のボルレの稽古を、偶然メタルドルフ・ヌレーフがその才能を見出し、ベニス2室の美少年、タジオ役に抜擢するが、バレエ団の規約等が障壁となり、出演は実現しなかった。1994年、スカラザ、 バレエ学校卒業と同時に、スカラザバレエ団に入団。入団2年目の1996年、ロミオとジュリエットのロミオ役を演じて認められ、当時のバレエ監督、エリザベッタ・テラブストにより、21歳でプリモ・バレリーノに任命される。この昇進をきっかけに、イタリア国外で踊る機会が増え、国際的バレエダンサーとしての活躍が始まる。それと、ほぼ同時に、 スカラザバレエ団を退団。以降はフリーランスダンサーとして活動拠点のスカラザへ出演するほか各国の名だたるバレエ団に招かれて客演し世界中の劇場で踊っている。1998年12月からスカラザのレジデンシャルゲストアーティスト2003から4年シーズンよりエトワール。ダンスマガジンでは次のように表している。ヨーロッパで絶大な人気を誇るスターダンサー。 数々のファッションブランドのイメージモデルも務め、踊るギリシャ彫刻とも呼ばれる美しい容姿のみならず、彼の優しい魂の底から湧き上がる、情熱的な演技と踊りが、観客からもバレリーナからも愛されている。活動の場は世界に広がり、頻繁に各国の主要バレエ団に、ゲスト出演している。1997年、イングリッシュナショナルバレエ、白鳥の湖への出演で、 英国デビュー。同バレエ団のディレクター、デレクディーンは、ボンレのために、白鳥の湖とロミオとジュリエットを制作し、いずれも、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで上演された。英国ロイヤル・バレエの初出演は1999年、ロイヤル・オペラ・ハウス改修後再オープニング時の、上演作品、くるみ割り人形でダーシー・バッセルのパートナーを務めた。 その後2000年10月ロイヤルオペラハウスのシーズン開幕を飾ったアンソニー・ダウェル版、白鳥の湖や2003年3月、ナタリア・マカロワの新作、眠れる森の美女の初日などを注目される演目を含むロイヤルバレエ団の数多くの公演にゲストプリンシパルとして出演している。ロシアでは2000年、2002年にボリショイ劇場2003年に マリンスキー劇場へ出演。マリンスキー劇場で開催の国際バレエフェスティバルには第3回、夏、第4回と連続して出演した。2004年5月濡れフ版『ドンキホーテでパリオペラザバレエ団、アニエスルテストーのパートナーとして、カルニエグユへ初出演。同年12月には、眠れる森の美女。2008年には、椿姫にも招かれる。 2015年5月、同バレエ団、エトワール、オーレリー・デューポンの引退公演、マノンで相手役の騎士でグリューを務めた。2004年7月ロイヤルバレエ団アメリカ公演への出演で、米国での初舞台を踏む。2007年6月には、アレッサンドラ・フェリー引退公演のパートナーとして、アメリカンバレーシアターに招かれ、ニューヨークメトロポリタン歌劇場で、マノン、ロミオとジュリエットを踊った。 2009年からは、プリンシパルダンサーとして ABT に加わる。その他、カナダ国立バレエ、フィンランド国立バレエ、シュトットガルトバレエ、ベルリン国立歌劇場、ミュンヘン歌劇場、ドレスデン国立歌劇場、ウィスバーデンフェスティバルなどにも出演している。1995年の初来日以来、日本の舞台にもたびたび出演している。国際的、 社会的に重要なイベントへの出演や、各国元首らを前にして踊る機会も多い。様々なバレエ公演への出演スケジュールの合間に、ガラ公演、ロベルト・ボンレ・アンド・フレンズを主催し、世界中のバレエ団から招いたダンサーたちと共演している。2000年8月の初演以来、イタリア各地の歌劇場のほか、ローマのコロッセオやシチリアの古代神殿といった、世界遺産や、 古城や庭園などの名所旧跡がその会場に選ばれてきた。トゥオーモ広場やサンマルコ広場、アレーナ・ディ・ベローナ、ポンペイ遺跡などでも開催されている。また、イタリア国外では2005年7月17日の愛知・バンコク博覧会をはじめ、北京、上海、ニューヨーク、アテネ、イスタンブールなどでも公演を行っている。クラシックからネオクラシック。 コンテンポラリーまでレパートリーは幅広い。など2007年には引退を目前にしたアレッサンドラ・フェリト・ジョンのイマイヤーの椿姫をミラノ・ハンブルクで踊り、アルマン役を新たなレパートリーに加えた。その後のイマイヤーは、ボンレのために新たなバレエ作品、オルフェウスを創作。2009年12月のハンブルクでの初演時は、怪我により出演を見合わせたものの、 2011年10月14日、バーデン・バーデン祝祭劇場において待ち望まれていたオルフェウス役のデビューを果たした。他に、ロミオとジュリエット、マノン、オネーギンなどのドラマティックバレエの作品など。また最近は踊る機会が少ないものの、アゴン、チャイコフスキーパド,ドゥなど新古典の役柄も得意とする。特に、バランシンのアポロでは、ウノア賞にノミネートされ、アポロ役は、 ボンレの代表作の一つに数えられている。近年は、現代作品を踊る機会も多い。若くして、国際舞台へ出演する機会を得たボンレは、アルティナイ・アスイル・ムラーとは、シルビー・イエムラ数多くのメープリマ・マバレリーナと、共演している。他に、ダーシー・バッセル、アリーナ・コジョカル、リサクルム、ビビアナ・デュランテ、アレッサンド・ラフェリ、カルラ・フラッチ、イザベル・ゲラン、グレタ・ホジ・キンソン、 マーガレット・イルマン、スーザン・ジャフィー、ジュリー・ケント、ルシア・ラカラ、アニエス・ルテステュ、マリアネ・ネラ・ヌニエス、イエレーナ・パンコーは、リサ・パバーヌ、ダリア・パブレンコ、レティシア・プジョル、タマラ・ロホ、ポリーナ、セミオノワ、ティアナ・ビシニョワ、ゼナイ・ダイアノフスキー、スベトラーナ・ザハーロワなど。1999年に24歳で、国際連合児童基金のイタリア親善大使に、就任以来、 チャリティ公演や募金キャンペーンなどを通じてユニセフの活動に積極的に参加している。2006年7月、紛争後の混乱が残るスーダンを視察訪問した。この派遣任務については2008年2月25日、ミラノ大学においてスーダンの不安定な平和についてと題する講演を行っている。2010年11月には2度目の視察として、 中央アフリカ共和国を訪問し、極度の栄養不良のため危機的状態に置かれている子供たちの様子を伝えた。また2009年には世界経済フォーラムが先行する2009ヤンググローバルリーダーズに世界の若手リーダーの一人として選出されている。ファッションデザイナーや写真からによってモデルとして起用され、ファッションショーやファッション誌、広告などへ登場することも多い。 アルマーニ、ドルチェガッバーナ、スイスト系ロンジン、フェラガモなどのイメージモデルをこれまで務め、キャンペーンや記念イベントに参加している。また、ファッション写真家、ブルース・ウェーバーが3年の月日をかけ、ロベルト・ボンレだけを追った写真集、ホベルト・ボール、アン・アスリート・イン・タイズ、192ページが2009年7000部限定で出版された。など。 ありがとうございます。